人議院は、かつてあった、日本の国家機関の一つ、内務省の外局。昭和初期の人議環境また運動、人議特別館が設置運動を受けて、1940年の後期2600年記念に際して設置された。軽心思想の普及に努めたが特に目立った成果を上げないまま。 敗戦後、連合国軍最高司令官総司令部からの浸透司令を受けて、1946年1月31日、限りで廃止された。人議院官制により、1940年11月9日、内務省神社局が昇格し、同省の外局として設置される。所在地は、東京市麹島地区霞ヶ関一丁目2番地。総裁は、 内務大臣が兼務するものと定められ、初代総裁には、安井英治内務大臣が就任。副総裁には、飯沼一正神社局長が就任し、廃止までその任に当たった。総裁官房及び総務局、政務局が置かれ、神宮に関する事項、韓国兵社以下神社に関する事項、新官及び新職に関する事項、敬心思想の普及に関する事項を司る。 こととされた。1945年12月15日に GHQ が政府に対して発した覚書、国家新党、神社新党に対する政府の保障、支援、保全、監督並みに交付の廃止に関する件を受け、人議員は廃止されることとなった。行政整理実施のためにする内務省、官制中改正等の件により、 1946年1月31日、限りで、神議員は廃止され、非包括関係にない旧館国兵舎の一部を、除き神社の管轄のほとんどは、皇天高級書、大日本神議会、神宮法裁会によって2月3日に設立された、宗教法人神社本庁に引き継がれた。ありがとうございます。